今回は住友不動産販売株式会社についてお話をしていきます。働く人にとって嬉しいメリットが非常に多い会社になってます。ではこのあたりいろいろ話をしていきたいと思います。はい、金平です。今回は私が転職活動を支援している中で一つおすすめしている会社をご紹介したいと思います。今回は住友不動産販売株式会社についてお話をしていきます。住友不動産販売株式会社をなぜおすすめするかというとですね、働く人にとって嬉しいメリットが非常に多い会社になってます。ではこのあたりいろいろ話をしていきたいと思います。まず一つ目に、不動産の売買仲介の仕事っていうのは基本的に提案する人がいて、契約担当がいて、納品担当がいると、アフターフォローの担当がいると、まあ、こういう分業制になっていることが不動産業界って多いんですけども、ここの住友不動産販売さんは一貫して一人が最後まで担当する制度を取ってますので、働いてる側としては提案してはいおしまいではなくって、最後のアフターフォローまで自分自身が責任持ってお客様を担当できるということで、とても仕事のやりがいを感じやすい環境で働くことができるというのがまず一つ目になります。二つ目にですね、不動産営業って聞くと新規営業でどんどんガツガツ自分自身で新しいお客様を獲得していくっていう、イメージを持たれている方が多いんですけども、この住友不動産販売株式会社の営業職に関しましては基本的に全て反響営業になります。反響営業っていうのはホームページや広告、ウェブページなどを通して問い合わせをしてくれたお客様に対して営業を行うという形になりますので、従来の不動産営業のイメージとは全く違うやり方になるかなというふうに思います。3つ目はですね、年収のお話ですね。収入面はですね、不動産業界ってすごく高いイメージを持たれていると思いますが、それは今も変わりません。住友不動産販売の営業職の方の平均年収は870万円になります。で、平均年収だったら870万円は、ちょっと高いぐらいかなって感じられる方もいらっしゃると思いますが、もう一つですね、営業職の半数以上の社員は年収800万円を超えてるんですね。これはすごく年収の水準の高い会社かなというのが一目瞭然だと思います。なのでこれからこの会社に転職したいなと思っている方は結構な高確率で年収800万円以上を狙えるということがこの情報からわかるかと思います。次に4つ目ですね、福利厚生とか、待遇面になりますけれども、まず休みの日数に関しましては年間休日日数120日、プラスアルファ有給休暇を取得できますので、合計すると年間で130日以上休むことができる会社ということで、これは社会一般的にもすごく休みの多い会社ということが言えます。また働く勤務地ですね、全国に250店舗以上拠点を展開していますので、本当に働きたいエリアで働けるというところもポイントの一つになります。で、基本的には転居を伴う転勤はないということを聞いてますので、例えばですね、家族で住むための家を購入したばっかりなのに会社から転勤事例が出て単身赴任で転勤しなくちゃいけないっていう方々もすごく多くいらっしゃると思うんですけれども、住友不動産販売はそういう転勤は基本的にありませんので、安心してご家族と購入された家で幸せに住むことができる環境を与えられますので、安心して働いていただければというふうに思います。5つ目ですね、不動産業界の会社なので普通ならば宅建の資格を持ってないと即戦力として転職できないんですね。ただ住友不動産販売さんは宅建の資格を持ってなくても中途採用で入社
できる環境があります。これは本当に私自身が一番おすすめしているポイントです。これ宅建っていう資格はですね、持ってて損はないんですね。なので住友不動産販売株式会社に入社すると、本当にこう最初の1年2年で宅建の資格を取得できるように会社がバックアップしてくれる、支援してくれるっていう制度もあるみたいなので、宅建を取って不動産の経験をしたいなという方にはすごくもってこいの会社かなというふうに思います。それでは、本日は住友不動産販売株式会社で働くメリット、あとはこの会社がどれほど働きやすい会社なのかっていうところをお伝えできたのかなというふうに思います。なのでこの動画を通して住友不動産販売の会社に転職したいな、少し話聞いてみたいな、もう少し具体的な仕事内容を聞いてみたいなと思う方はですね、お気軽に、私までご連絡いただけましたら面接対策も含めてご紹介させていただきますので、よろしくお願いします。少しでも興味持った方はぜひ転職チャレンジしてもらいたいなというふうに思います。それでは本日は以上となります。ありがとうございました。